こんにちは、親父の家のジジイです。今日はこのスカイツリーの銀メダルを紹介したいと思います。この黒い箱の中に入って青いケースに入っています。その中にこの銀メダルが入っています。この銀メダルは重量が 19g、 直径が 31mm、 銀の品位が 99.9% ということで純銀の銀メダルです。スカイツリー、そして裏側が、これはスカイツリーのマークなんでしょうか、私よくわかりません。もう十数年前になります。息子が結婚した後、私と妻にスカイツリーの展望台にあるレストランの招待券をくれました。スカイツリーの開業が2012年、その後ですね、もちろん初めてのスカイツリー、エレベーターもレストランも予約が済んでいて、スムーズにレストランに着くことができました。そこから、広い関東平野を見ながら、こじゃれたシャンペンなどを開けて乾杯をしました。その後にお土産ショップで、いつもは私がくだらない小物をたくさん買い込んだりして、女房に叱られることが多かったんですけども、この日に限って何でも買ったらと言うではないですか。これは珍しいと思い、購入したのがこの銀メダルです。いくらだったのか覚えていませんが、かなり高かったような気がします。まだそれでも5,000〜6,000円、こうして月日が流れて、孫ができて、その孫が小学生になったり、私は銀貨狂いのジジイになったり、また今年は妻が亡くなりました。このメダルを見ると、あの時のスカイツリーの風景が浮かんできます。あれから一度も行っていません。来年は妻との思い出の地を巡るのもいいかなと、今私は涙目になってそう思っています。シリアルナンバーですか、470になっています。こちらの紙にも470、全部でいくつ出たのか分かりませんが、470個目の銀メダルです。思い出のスカイツリーのお話でした。それではバイバイ。